続いての質問です。あ、アークについての質問、今まで飛鳥先生の本をほとんど読んできましたが、うん、アークの日本到着までの経緯はまだ公表してないですよね。徐福によってもたらされたのか、もしくはプラズマトンネルを通って直接この神社に鎮座することになったのか、言える範囲で回答を願います。まあ、この神社には祭り等々いっぱいあるってね、あの地域全体が。この神社だと昔はものすごく広大な領地があったんだけど、あの足利にいじめられましてね、はい、だって南朝を支持したから。そうでしたね、うん、で、うん、あそこ行くとね、あの船からね、みこしを担ぎ上げるお祭りなんですよ、うん、ということは少なくともアークは海から運ばれたであろうと、うん、プラズマトンネルではない。いや、わかんないよ。あのまたモーセ自身が亡くなってないのに亡くなったってなってるんだけど、うん、目もかすまず健康であったって書いてあるね。うん、いや要はその洞窟に後にアークを隠すわけだけど、いや、旧約聖書よく見れば分かるんですよ、それは。ただそこの距離とね、ただ一つ言えることは、途中で始皇帝が使った可能性がある。始皇帝が、はい、始皇帝が押す印、うん、これ字という言葉なんだけど、漢字なんだけど、これと全く同じ印を今の天皇家を押します、はい、ということは始皇帝というのは漢民族じゃない、うん、むしろ大和である、はい、で永という、だから永世というのは、その永という言葉、生命ね、名字と、うん、同じ名字を持っているのが徐福、これジョセフなんだ、はい、で始皇帝の親父がロフィって、これヘブライ語なんだ。おかしいだろこれ、うん、大和なんだよどちらも、うん、で一つは徐福に、まあでも2回言ってるでしょ徐福って。 ね、 そうですね。でまあだってね、いいですか、数年で群雄割拠するあの中国の広大な敷地制覇したわけだよ。もうとんてつもない兵器を持っていないと無理です。だって当時の秦って一番左端だよ、西端だよ。もうそれこそ本当にもう、まあ、極東という言葉あるけど、まあ極彩